はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回はこちら、中国限定でサービスが展開されている基本無料のCall of Duty Online を、ちょっとプレイしていきたいと思います。このゲームは、もうすでに中国語満載なんだけど、グローバル版も存在しなくて、本当に中国だけでサービスされているCall of Dutyなので、ちょっと国外から参加する方法だとか結構ややこしい。けど、ゲーム自体はモダンオフェア2をベースとして、チュートリアルモードもあったり、もしかしたら PVE があったり、京都、ゾンビモードっぽいものがあるんだね。そして PVP もあると。結構ね、COD のいいところをたくさん寄せ集めたようなゲームで、これはぜひとも全世界規模でサービスやってほしいところなんだけど、今回この動画では、この Call of Duty Online どうやって遊ぶんですかだとか、どっからダウンロードできますかだとか、どのように登録を進めればいいですかだとか、ちょっとその辺の話はしません。他の方の動画だとか、他の、ウェブサイトだとかを参考にしてみてください。今回はこのゲームがどんな感じなのかを紹介していこう。で、サーバーに参加するっていう感じで、とりあえず、中国語はさっぱりわからないけど、人がいそうなところに参加してみよう。はい、参加しました。もちろんのことながらピングは悪い。敵は4人。こんな感じだね。この武器は何だろう、ちょっと確かめずにリスポーンしちゃった。さあ、敵はいないかな。リスポーンがね、固定なんだよな、このゲーム。ダメだった。これは SMG か。OK。で、体力が。インタメみたいな音がするな。で、ここから湧いてきてるな。OK。おお、ナイフ。他の武器使ってみよう。M4A1。とはね、最近の COD にはまるでなくなってしまったこの、スナイパーライフルだ。インタベだね、今のどう見ても。右上にスコア表示がある。うん、支援は相当ある。撃たれたな。後ろから来てる。ちょっとこの FPS でピング200超えってのはなかなか厳しいところだけど、こんな感じのね、COD が楽しめるわけですよ。これが無料で。これは面白い。おお、ショットガン。他の人の M4A1 いける。バイポットみたいのがついてるね。いない。右から攻めてきてるね。いた。よし。さあ UAV が来た。 UAV オンライン。結構接戦を繰り広げているが、でもピング200超えでも戦えるね、結構。ロード、上じゃない。おお強い。で、リスポーン5秒間だけこの無敵という、だからリスポーンが固定という感じだね。倒した。ロード、まだいる。いない。よし。判定がもうさっぱりどうなってるか。あんまりリスポーンに接近しすぎても OK。 さあ UAV。 白か。これ5キル目でね、懐かしのプレデターミサイルを放つことができるんだけど、と厳しいな。お、負けてしまったか。2キル足りなかった。これスパスか。これは10キル6です。もう1回やってみようか。それじゃあ、まあこんな感じでレベルも上がって、うん、最低でもちょっと英語が欲しいところだけどマップはもう決まってんのかな。多分サーバーの設定で入るサーバーによってももうマップが決まってるっていうところもあるんだろうけど、このキャラクターは最初登録するときにメイクができます。だから個性豊かなキャラメイクができると。さあ始まったけど、これ敵一人しかいないんじゃないか、これ。大丈夫かな。勝利条件操作。したのは無敵時間だ。で、武器が今のところ3つで、M4A1 とこれ多分 SMG。LSW、 これモダン2にあったやつ。これ使って敵が1人しかいないな。敵が1人しかいない。グレネード、スナイパーか。スナイパー味方いたな今。OK。あんまり人でにぎわってはいないのか。あ、参加してきたね。いいね。おおお、危ない。これはおそらくスパスゲットで、こっちにいるな。味方があった。でこっち拾ってマグチェンジ。いたな。オッケー。さあ UAV オンラインで、こっちから、はい、オッケー。切り替えて、勝てない。さあ5秒間無敵時間で、おお面白いな。オッケー。あんな遠くで倒しちゃう。このマップはどっかの移植なのかな。ちょっとこのマップは過去作のどっかにあったかがちょっとわからない。いた。よいしょ。 UAV オンライン。中国兵はね BA4 にいたから、中国語にも若干なしみが湧いてくる。で味方のプレデターミサイルが飛んでくる。ああやられる。エイム合わせはちょっとスピードが遅い。奥にいるかいない。おお、味方に先にいる？いない。またやられた？ゲイ。この武器なんだこれ。金ピカだ。金ピカだ。超金ピカだ。危ない危ない。やられた。8キル3です。これサムターレットだね。本当にいろんなストリークスがあるっぽい。アシスト。倒して、お、これは AN KN なら BO3 にあったな。あ、なんかアバカンっぽい。あ、アバカンかこれ。アバカンっぽい課金系の武器かな。おー、アシスト助かった。さあこっちがねまだポイント勝ってるが、ショット200ピングでも頑張るぞあーダメださてと武器を変えてみよう。こっちの SMG でイェイ。さあヘリが働いてるな。味方のいない。これこう端っこにいない。真下にいるのか。武器が落ちてる。リロード。お、なんだ今の音。これ裏取れそう。いない。ゲイ。ダメださてとこちらも SMG になって、こっちちょっとロングすぎるから真ん中から行こう。味方がやられた。ゲイ。レーザーサイト最高。右側味方がいないんだけど、いない。いましたな。ゲイ。これ外に敵いたね。うまいねそして今のは無敵タイムだ。おっとほらグレネードがヒット。なんだろう、オーファンって呼んでるのは一体なんだろう。アマカンゲット。さて100キル選手だから、この設定面も全部 BO3 を、まあ、BO3 だとかを基準にしてんのかな。ほんとなんか COD のいいとこ取りだな。いない。いない。こっちから来ると思うんだけどな。いた。OK。なんか投げてきた。OK。UAV 呼んで、さあ上に行こう。これ来るな。うわーショットがあ、こっちがまだ勝っ。ケイ。おお味方。これこっちから入ってる。ケイ。さあ金ピカいただいて。あ、金ピカの音がこの変な。待って鍵武器かな。いなかったか今。違う。チャリ。敵がいない。ケイ。ここリスポンだな、もろ。あかん。21キル10です。3アシスト。おぉリロード。アシスト。まあ、M 級のデュアルがあった。あー、ダブルキルされる。あと7人。ほら2人。1人終わった。100対50。スコアトップすごいなでピングもちょっとすごいな。239。まあ最後はこんな感じで終わると。そしたら今回はここまでにしようかな。もうちょっとうまくまあ、ピングに関してはもうどうしようもなんないけど、ちょっといろいろ他の武器とかアンロックしたりしてみて、やってみよう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。